アルフレッド・ウィリアム・ハウィットは、オーストラリアの人類学者、探検家、博物学者である。オーストラリア先住民の文化や社会を研究した。イギリスのノッティンガムに生まれた。父親は、歴史作家のウィリアム・ハウィットである。1852年に、父親、兄弟と一緒に、オーストラリア、ビクトリア州のゴールド・フィールズのおじのもとを訪れた。 父親は2年後帰国したが、アルフレッド・ウィリアム・ハウィットはオーストラリアに残った。はじめ、ビクトリア州の地質学者として働き、金鉱山の監視員や、警察署長や鉱山局の長官などを務めた。1861年に行方不明となったバーク・トウィルズが率いたオーストラリア南北銃弾を目指した探検隊の救援部隊の隊長を務めた。 未開地を進む優れた技術を持つハウィットは最小限の装備とスタッフでクーパークリークに入り9月16日に唯一の生存者ジョン・キングを発見しバークとウィルズの遺体を埋葬しメルボルンに帰還した1862年に再びクーパークリークへ入りバークらの遺体をメルボルンのゼネラル墓地に埋葬するために収容した南オーストラリア州の北東部 クイーンズランド州南東部、ニューサウスウェールズ州西部を探検し、植物標本を集め、植物学者のフェルディナント・フォンミュラーに送った。これらの標本は現在、ベルボルンに保存されている。オーストリア原住民の文化、社会を研究し、特に禁煙関係や結婚制度を研究した。主長は、フィソント教長の カミラル遺族と軍愛族であり、近代人類学の重要な著作であると評価された。1903年に王立ニューサウスウェールズ学会からオーストラリアの自然科学の発展に貢献した人物に贈られるクラークメダルを受賞し、1904年にオーストラリアニュージーランド科学振興協会の人類学、植物学、地質学、動物学の貢献に対して贈られる、 ミューラーメダルの最初の受賞者となった。没後、記念基金が創設され、王立協会のための寄稿本の購入に充てられた。A.W. ハウイットは、植物の学名で命名者を示す場合に、アルフレッドウィリアム・ハウイットを示すのに使われる。ありがとうございます。